ね、1回持った感じでよく金額は分からんな。とりあえず言えることとしては、はい、めっちゃネック太い。え、レスポールじゃん。今回ギブソンなのか、うん、エピフォンなのかっていう問いが出てくるんですよ、はい、だからエピフォンじゃないんじゃない、ネック違うもん。8万か30万か間違えられない問題なんですけど分かった、久々に使うか。匂いで分かる。あ、ギブソンだ。おお、ギブソンの匂いですね、これ。匂い。ああ、ギブソンじゃんこれ。嘘、え、ラッカーなのこれ。でもネックのこの握り心地は、うん、フィフティーズのレスポールスタンダードなんですよ、うんうんうん、まあでも匂いがそうだしね、匂いは裏切らないですね。と思うんで、うん、ギブソンのレスポールスタンダードフィフティーズだと思います。いきます。はい、はい、おやはり匂いは裏切らない。